もやるの届かせるのキャバイアスに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 キャバイアサルに城内まで攻め入った本体は城内の壁を突破せよ見せてやる見せてやる一織田とは両家のため全力で戦おうはい見せてやる私たちも見せてやるさあ、次は誰？懐かしい顔を見せてちょうだい。成果を潰すことに干渉はなきゃ。よい。ふぬけた細胞をたやせ。開門！斉藤を攻めるのです乱世が斉藤が私を殺させたのよ見せてやる見せてやるあなたは生き方を見失っておられます生きる意味すらない生き方なんていうこれが乱世かくも人の性を狂わせるとは信長を斉藤家に戻るのです我らが父道山の言葉を忘れたのですか父道山に仕込まれた技なら覚えているわその技で斉藤を掘り出してあげるわ
来なさい。敵主力は辺りで我らを撃つべく伏せています。城一帯に火を放ち敵を引き出すのが上策かと。城の中にはおのおがおる。犠牲なくして天下は平定できません。信長を殺さなかったの？殺す価値もない？それとも殺すのはもったいない？どうかしらね。自分で確かめてみて。お見事！この程度で満たされると思う？おばさん、あやっぱのオーバフレ様を浴び流しよ。オーバフレ様を清掃の道具にしたこと反省してます。あやっぱかかったら無駄よ。それが斎藤、もはや存在価値はないわね。消えなさい、忌まわしき記憶。斎藤は滅ぶ。それで斧を縛る者はない。ありゃりゃ、達興様やられちゃったね。ドライバー行くぞ。ちょっと信長さん、姫様をあまり誘惑しないでよね。大殿からひどい目に遭ってくれない？だから俺に言わせればあなたも大殿の同類だね。あげる、あるか。進め。かわいそうな姫様、俺が止めてあげられれば信長を討つ必要もない。斎藤を討つ必要もないよ。斎藤の転んです行きなさい。嘘じゃないの？斎藤、斎藤なき今、無駄よ。あの人を殺す理由はなくなったわ。でもわからない、殺さなくてよかったのか。
それじゃあ俺がそれを確かめに織田に行くよ。斎藤が滅んで行く場所なかったしね。落ちてみない？